どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっとお人形さんでボブのもうこれ以上ないっていうぐらいの簡単なアレンジを今日やってみました。まあハーフアップのアレンジでやっぱりこう襟足の部分とか上げづらいっていう方が結構多いかなと思うので、まあハーフアップだと、まあ、下は上げずに、下は結構こう外跳ねにして上をちょっとまとめる感じのアレンジになってます。これなら結構本当にいつもできないっていう方だったり、不器用な方でも簡単にできるアレンジになってますので、であとプラスこの外跳ね、これもなかなか難しいという方いらっしゃるので、これもめちゃくちゃ簡単に今日はやってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。耳後ろの部分で分け取って、サイドをダッカールで留めておきます。後ろの部分も縦に大体でいいので半分に分けて、片側をダッカールで留めておきます。後ろの髪の毛をしっかりと溶かして、なるべく前に向かって、サイドに向かってですね、髪の毛を集めて、ここでゴムを結びます。あまりきつく結ばないのがポイントです。反対側も同様に耳後ろで分けて、残りの髪の毛ですね、後ろの髪の毛を前に、なるべく前に持ってきてゴムで結びます。こんな感じでまとまってる状態になってます。後ろでまとめた髪の毛をコテで巻いていきます。全部一緒にまとめてもらって外羽に巻いていきます。2回ぐらいしっかり通してあげると結構綺麗に跳ねてくれます。反対側も同様に。次にゴムを外していきます。手串でしっかりと溶かしておきます。サイドの髪の毛を外して、顔周りですね、前髪の横の髪の毛、だいたいまあ3ミリから5ミリぐらいの幅で下ろしてもらって、バランスを見ながらここの幅ですねが埋まるように毛束を少しずつ下ろしていきます。残りのサイドの髪の毛を後ろに向かって軽くねじります。ねじったところで少しボリュームを軽くだけ出します。それを後ろに持ってきて、ここでダッカールで仮で留めておきます。反対側も同様にやっていきます。後ろで両方の髪の毛をまとめて、ヘアゴムでしっかりと結んでいきます。櫛のテールでここの部分のボリュームを出すので、少しだけ毛束の中に入れて広げていきます。顔周りの髪の毛もお好みでコテで外巻きに巻いていきます。最後にオイルをつけていきます。毛先の方を中心に全体的につけて、顔周りの部分もしっかりとつけると毛束感が結構出るので、よりルーズな感じになります。全体的に毛羽立ちがなくなって潤いが出たら、こんな感じで完成です。
はい、こんな感じで仕上がりました。簡単にできるボブのアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。